メリークリスマス。ルックスの格差を是正します。鳥人間の宝介です。よろしくお願いします。もうね、クリスマス前って他のもっとすごい YouTuber さんたちも動画バンバン出すし、僕がねこれといって教えられることはほぼないのではないかとは思ったんですけど、他の人がねそんなに言わなそうなことをちょっと言ってみようかなと思いました。でまあどんな時に役に立つ情報かっていうと、かっこよく言うとクロージングの時ですかね。もう近づく時です。もういざ距離を詰める時です。まあ、そういう時ってもう当たり前だけど顔がすごい近づくじゃないですか。で顔が近づくということはとてもね高画質になるんですよ、顔を見る顔が。でその拡大された顔のクオリティの部分を上げてこうじゃないかっていう話ですね。で、まあ、結局何に気を使うかっていうことなんですけど、こいつです。すいません、キャップどっか行っちゃったんでキャップないんですけど、まあ本当はここにキャップがついてます。でね、この頭のくるくる回ってるここを顔に当てて産毛を抜きまくっていくっていうやつなんですけど、電池取り替えると割とちゃんと元気に回ってくれます。まあ、あんま関係ない話なんですけど、こう女性が使うこう電化製品とか美容製品とかって、あの形とか太さとか大きさっていうのが、あの男性ということで、まあ今回お話ししたいのはその産毛の処理に関してなんですけど、まあ、別にねこの子を紹介したからもうこれがいいですよって別に言ってるわけではなくて、なんか顔を剃る用のなんかちっちゃいなんかこういう棒みたいな髪剃りあるじゃないですか。別にあれでも正直いいんじゃないかなと思います。たまたま僕がそれ持ってなくてこれが手元にあったから、まあこういうのあるよって言っただけなんで、顔の毛がなくなればそれでいいと思います。その産毛なんですけども、実際こうそこそこの距離があったら分かんないと思う。そんなに、だからそれだけにね、そんなずっと気を使い続けてる人が少ないのかなって思ったりしますね。この人あ綺麗だなっていう人でも、たまたまご近くにいるタイミングとかにこうパッて見たら、あれ結構なあみたいなことがまああったりとかもするので、単純にね近づいた時にわあ濃いなって思われる。それだけじゃないんですよ、こうやっといた方がいいんじゃないっていう理由が。他にももっといいことがあってやっとくと、まあですね、顔のですね余計な産毛をこうバッと取り除くと肌のトーンが 1,2 トーンぐらい明るくなるらしいんですよ。もちろんねこうパッて顔見た時に一本一本の毛なんかも見えないんですけど、でもそれだけねこう顔バーってなってると、その毛の影響で 1,2 トーン顔が暗く見えるらしいんですよね。っていう顔パッと見た時にあれなんか顔色悪いねみたいな、それ体調じゃなくて実はこう産毛の可能性ももしかしたらあるかもよみたいな感じです。であとこれ男子にはちょっとねイメージつきづらいのかもしれないけど、化粧のりファンデのりがもう全然違うかなっていうのはありますね。まあ当たり前かもしれないですけど、メイク前って顔をまあなるべく綺麗にするじゃないですか。まあ余計な汚れだなんだっていうのを洗い落としてからこうメイクを始めるわけで、肌がツルツルならそんだけねこうメイクもやりやすくなるし仕上がりも綺麗になるわけですよ。でその時にこう毛がね産毛うわーなってると、もうそこがもう毛羽だってもう毛羽毛羽ってなんかパサパサになるんですよね。だからそこを頑張ってケアすると、化粧のりがなんかあれなんか調子いいぞってなるかも分かりません。はい、ということで、いやまあねクリスマス前でね、そのお前もうクリスマスだからちゃんと顔向けそれよっていうやつ、そんなやつなかなかいないと思うからね、まあ、そういう意味ではまあ貢献できたんじゃないかなって、まあ、勝手に思ってます。他の YouTuber さんがねもっと大事ですごいことを他のチャンネルで、ね、教えてくれてると思うんで、そちらを参考にしてクリスマス楽しんできてください。ちなみに僕なんですけど、25日はイベントに参加いたします。ちょっと概要欄の方からね詳細を確認していただけると嬉しいです。遊びに来てくれたらとても嬉しいです。司会やります多分ね。それでは最後までご視聴ありがとうございました。次の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。メリークリスマス。はい。日本って結構海外からいろんな文化を使えそうなイベントを取り寄せてくるじゃないですか。どれもこれもその恋愛というか、なんかその男女の交わりというか、なんかそっちに全部を結びつけるから、なんかすげえな日本人みたいな、なんかエロいなっていうのはちょっと